金マスレツは、大韓民国の軍人、チェジュ島4.3事件の関係者。1921年、京商南道加藤に生まれる。学徒出陣して、陸軍予備士官学校に入校。卒業して、日本軍将尉。1946年2月11日付で、軍事英語学校を卒業、任意将尉。第五連隊の創設に参加し、同連隊英中大副官。 1947年、第4連隊作戦主任。同年9月、第9連隊副連隊長。同年12月1日、第9連隊長。1948年4月、チェジュ島で、島人の放棄が起こると、首謀者の金達像と会談して72時間以内に、戦闘を中断することを協議した。しかし、米軍政長と、 長日の枝間刑務部長などの強行策によって交渉は決裂。鎮圧に反対したため5月に連隊長を解任された。6月18日、第14連隊長。1948年8月14日、第13連隊長。1950年6月、朝鮮戦争が勃発すると臨進行で優先した。翌7月、 アメリカ空軍の誤爆で重傷を追い構想される。1950年8月、テグ訓練所長。1950年8月21日、第6師団第19連隊長。北進作戦に参加。1950年10月、第11師団副師団長。1951年4月25日、第5師団第35連隊長。 同年、第5師団副師団長。1952年5月、第8師団長。1954年6月、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学。1955年7月、第7師団長。1957年から1958年まで、国防大学院に在学して卒業後、陸軍本部輸送官に就任。1960年、 1> 第1管区司令官。1961年5月、全羅北道地区開元事務所長。1962年に第1軍団長、第2軍団長を歴任。1963年、任中長。1965年、戦闘陛下教育司令官。1967年5月、国防大学委員長兼合同参謀大学、総長。 1969年1月、予備役編入。2月、韓国セメント工業協会理事長。1972年、新川製鉄常任理事。1979年5月、韓国自動車工業協同組合理事長。ありがとうございます。